ですね、バイオリンを弾いていらっしゃるのが茅ヶ崎市在住の陣さん、りえさんです。オーケストラなどでも活躍されており、茅ヶ崎でもバイオリンのご指導をされているとのことです。続いてピアノを弾いていらっしゃいますのが向井千子さんです。3歳在住で、小さい子に音楽の楽しさを感じてもらうためにリトミック音楽教室ヌーカというところでリトミックの先生をされていらっしゃいます。続いてですね、こちらにいらっしゃるのがハウスの安井ひろこさんがいらっしゃいます。辻堂大学在住でですね、今回はこの小さなハウスを弾いていらっしゃるんですが、大きなグランドハープも弾かれているということで、自宅でもハープのお指導をされていらっしゃるそうです。最後に加藤茶子さんですね、茅ヶ崎在住です。多分本人曰く、多分日本で唯一のラテン打楽器専門の教え合いをやっているとのことで以上の4名になります。はい、皆さんこんにちは。ピアノをたくさん弾いていただいている途中ですけれども、ちょっとブレイクタイムで、今日は小さなハープとラテンパーカッション、そしてピアノ、バイオリン、スタッフの方からバイオリンの音色を聞きたいなとお話があって、今日はバイオリンの、演奏を聴いていただきたいと思います。これから3曲ぐらいですね、私たちの大好きな曲を演奏したいと思っています。そして最後の方にはですね、向井さんの方からちょっと紹介していただきたいんですけど、皆さんにも楽しんでいただきたいと思っています。はい、ですね、実はこの4人は、実情を申しますと、今日初めてお会いする感じです。そして初めて会わせてます、ね、でこういうことができるぐらいにプロの方々がいらっしゃっているので、皆さんラッキーです。どうぞね、楽しんでいただければと思います。で、今日3曲やらせていただくんですけれども、最後の曲は元気な曲やりますので、ちょっとねリズムを叩いていただいたりとか、少しね皆様にも参加していただくような形で締めれればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。